なんだなんだなんだ、彼女が溢れ返って地獄、地獄獄獄獄獄獄獄運命。皆さんどうも、コンコンチドイヒーです。今日はマーブ戦隊として戦っちゃうぞ。すごそうすごそうすごそう、すごい戦いになると思うよ。そうだよ、もうやばそうだよね。そして今回なんと、ただモブキャラを戦わせるだけじゃなくて、鬼滅の刃のキャラと戦わせていくよ。もっとも使っちゃうのね。こいつはすごそう。それではまずは闘技場作りからいってみよう。だけどこいつがめんどくさいよね。めんどくさい僕天才、緑のお野菜チンゲン菜。ギャグ言わなくていいから。先生年齢90歳、そんなおじいちゃんじゃないから。だけどこんな時のコマンド、コマンドコマンドコマンド、剣道感動コマンド。適当に喋りすぎじゃないか。フィルコマンドを使っちゃえば余裕のよっちゃん89歳。一気に敷き詰められちゃったね。あとは適当に壁さえつけちゃえば優勝。適当なのかよ、そこはちゃんとやろうよ。当たり前だな、ドラッグマン。そこは最低限のことはやりますよ。あっという間に闘技場完成。完成再生転校生よろしく。ギャグ言ってないで、次はどうするの。卑怯な道具、コマンドブロックを使っていくよ。便利な道具でしょ、なんで卑怯なんだよ。ギブコマンドを使ってコマンドブロックをゲットしていくよ。コマンドブロックで何をしていくのかな。そんなのモブにぶつけて楽しむに決まってるでしょう。それの何が楽しいの。コマンドブロックは真ん中に仕切りの壁を作るために使うんだよ。何回も対戦させるつもりだからあっという間に出せた方がいいもんね。しっかり計画立ててる。みんなも計画は大事だよ。ボタンを押せば壁が出てくる仕組み、さあしっかりと出てきたかなって。なんかずれてる、しかも下開いちゃってる。大失敗で、あじっぴちっぱー。まあ戦いには関係ないし、このままでいいか。見栄えがかなり良くないけどね。そして対決スタートの時にこの壁を消せるようにしておこう。またコマンドブロックを使うのかな。うひょうひょうひょう、コマンドブロックを使うよ。なんで急にテンション上がったんだよ。パソコンだと文章コピーできるから簡単でいいよね。スイッチもこんなことできるようになったらいいのにな。確かに、いちいち打ち込まなきゃいけないから大変だもんね。プリプリプリポンチ、ブロックのところを空気のエアーに変えれば完璧。じゃあボタンつけて押してみよう。そしたらブロックが消えました。コマンドってやっぱりすんげー。びっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点。あとはモンスター戦隊出していこう。いつも卵使って出してたんだけども、コマンド方が楽だね。モブ出せる方法あるの。当たり前だな、ブラックマン。コマンドあったら何だってできるからね。先生の髪の毛だって生やすことできるよ。マジで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 、今すぐ髪の毛生やして。真顔でたまらないでよ。モンスター出したいときは出す場所の座標を覚える。そしてコマンドは読み方わかんないけどスンノンを作っていく。そして出したいモブを選んでさっきの座標を打ち込めば OK。 すごい簡単だね。これでモブが出てくるはず。よし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 、出てきたぞ。でもこれでも戦隊出すの大変じゃない。何言ってんだよ、ハゲマッチョくん。誰がハゲマッチョくんだよ。そのためにもたくさんのコマンドブロックを置いておくんだよ。そしてさっきの文章を貼り付ければいいだけ。確かに文章を貼り付けるだけだったら簡単か。これを10個作って赤いコーナー一味唐辛子でつなげればいいだけ。一味唐辛子じゃなくてレッドストーンね。これで一気にモブが出てきちゃうよ。そう確認。ウォ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 ウ
た。10体出てくるからこれを100回やれば1000体か。100回ボタンを押すくらいだったら楽勝でしょう。ボタン楽勝、あんたは大将、派手ですごいぞ、マグロの解体ショー。ギリー、1000体出してみたけどやばくない？こいつはびっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点。やばいってまではないね。もう気持ち悪い量だね。対するは煉獄さん一体だ。一体？一体で勝つことできるの？何言ってんの？鬼殺隊の茶柱だよ。茶柱ではないから。柱だったら勝つに決まってる。それじゃあ早速バトル行ってみよう。プリプリプリポンチ。戦隊一のバトル用意スタート。一気に戦隊のハゲが襲いかかる。それを返り討ちにする煉獄さんと言いたいところだけど、恐れまくっている。だけど技でしっかりと返してるね。いやいや、返しきれていない。めちゃくちゃ肩に追いやられてる。もみくちゃにされて最悪だね。やっぱり量がいるときっついか。戦隊にはやられてしまうのか、煉獄さん。おお、すごい攻撃。さすがにこれは灰色ハゲもだいぶ減った。あれっていうかやられちゃった。よーく見たらやられちゃったっぽいね。嘘だろ嘘だろ嘘だろ。まさか煉獄さんがやられるなんて。さすがに柱といえど戦隊はきついんじゃない。じゃあ次はハスクにしてみよう。ハスクの方が弱そうだよね。ハスクをどんどん出していこう。ただただボタン押していくだけの人生。悲しすぎる人生だろ。戦隊ハスク気持ち悪すぎ。なんだこの状況は。さあこれに対する煉獄さんを出していきましょう。ってなんかいる。なんで下空いてたから小さいのはこっち来ちゃったんだね。ドゥイリー、完全なるミスで落ちピチパー。これを処理しなきゃいけないなんて勘弁大弁関西弁どやっさ。無事に小さいの倒しはあったぞ。時間かかっちゃったな。大変だったな。あとは倒しちゃった分の発光追加。20体ぐらい倒したかな。ちゃんと数えてないんだね。めんどくさくさくっさくさ謎の匂い。だから大体戦隊 VS 煉獄さん一気に戦いが始まる。さすがに戦隊は多いからスローだね。戦隊に突っ込んでった。そして角でガンガンやられてる。こんなのもう戦ってんだかもよくわからないような状況だね。必死に技を出す煉獄さんだけど全然ハスク減らない。まったまだ大量にいるもんね。ぎゅうぎゅうすぎて煉獄さんももう持ち上がっちゃってる。それだけ圧力すごいんだね。頑張れ頑張れ煉獄さん、頼むから勝ってくれ。みんなの応援よろしくお願いします。いい感じにちょっとずつ減ってきた。これはどうなるか分からなくなってきたね。あとちょっと、とんでもない攻撃だけどそんなに減ってなかった。確かに爆発前とあんまり変わってないね。あとちょっとだ頑張れ煉獄さん。頑張れと思う人はチャンネル登録よろしくお願いします。なんだよその促し方は。なんか膠着状態に入ったな。あとちょっとなのに何やってんだよ煉獄さん。ぎゅうぎゅうすぎてなかなか身動き取れないのかもね。技を出すんだ出すんだ、いけカメハメハ。それはドラゴンボールだから全集中だから。炎の呼吸で一気にやっつけちゃえ。おおナイス、かなり減らせたんじゃないの。もうこれはさすがに勝ったでしょ。おおやったやったやった、煉獄さんも勝利だ。煉獄さん勝ててよかったね。プリプリプリポンチ。続いての相手はウィッチ、行ってみよう。ウィッチは遠距離攻撃だし大変そうだね。ウィッチ戦隊これまた気持ち悪い。中に入ったらもうやばいよ。こんな接近してたらこんなやつとキスしまくり。ウィッチとキスはしたくないね。あっちだって先生とはキスしたくないよ。それは言わないお約束。今
回も頼むぞ、煉獄さん。それでは戦い、スタート。一気に襲いかかると思いきや、そこまで近づいてこないウィッチ。おお、なんだなんだ、ウィッチがみんなダメージ食らってる。自分たちのピンで、自分たちでダメージ食らってんだね。何やってんだよ、ウィッチ。自滅してんの？笑いすぎだから。ダメージ食らってんだったら、もう勝負ありじゃん。今回は煉獄さんの勝ち。だけどウィッチは回復もできるはずだから、まだわからないよ。確かにそう簡単には減ってないもんな。だけど煉獄さんが次々と倒していく。さあ一気に倒しちゃえ。だけどこんなに技出しといて、そこまでウィッチが減ってない気もするよ。いや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 、煉獄さんだったらやってくれるはず。みんなの応援頼めよ。っていうかもうどこに煉獄さんいるのか分かってないけどもね。なんかもうめちゃくちゃすぎて状況が分かんないよね。技は出してるからまだやられないってことだね。この角度で見えないだけで角にいるかもね。本当だ、また角で頑張って戦ってたよ。次々と頑張って倒してってる。これはやっぱり煉獄さん勝てるんじゃないの？とはいえまだ500体ぐらいいるんじゃないの？確かにまだうじゃうじゃいるね。だったら厳しいんじゃないの？煉獄さんは回復もできないからね。何言ってんだよ先生。煉獄さんだよ、負けたことがない男だよ。さっきビンディケーターにあっさり負けてたけどね。何のことかよくわからないな。だけどじわじわと減ってるぞ。あと少しだ煉獄さん、一気に倒せ倒せ倒せ。なんか気づけば結構減ってるね。よし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 、あと少しだ。頑張れ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 。いいぞいいぞ、技がどんどん決まりだした。おお、すごい量減ってる。これはもう勝ちでしょ。よくやったぞ煉獄さん。もうだいたい10体くらいになったね。今回も勝ちだ。先輩相手によくやったぞ。やられてる。まさかここまで頑張ってやられるなんて。おちぴちぱー。ほんとあとちょっとだったのに、毒がかなり効いてたのかな。プリプリプリポンチ。続いては最後、牛太郎戦隊行ってみようと思っていたけども、500体でえらいことになってる。入りきらなくてダメージ食らい出してんじゃないの。闘技場狭すぎて、おちぴちぱー。もう仕方ないから500体と戦わせてみようか。さあ果たしてどうなるかな。500体でも相当強そうだもんね。それでは500体1用意スタート。一気に押し出されてった。すごい勢い。それだけギュギュだったんだね。激しい攻撃で次から次へと倒してる。意外とあっさりと倒されちゃうんだね。攻撃力すごいね、炎の呼吸。なんかあっという間に減ったね。あんなにギュギュだったのにもうすっかすか。牛太郎強いと思ってたけども、ゲロシャブだった。いやいや、めちゃくちゃ強いけどね。やはり煉獄さんが強いということか。負けを知らない男。今日2回負けてるけどね。あっさり勝ち。煉獄さんにかかれば余裕のよっちゃん89歳。レオちゃんとしおり。戦隊対決楽しいな。他の対決もどんどんとやってっちゃおうかな。それでは戦隊モブと鬼との対決とかいかもね。それでは次回お楽しみに。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイバンバラピー。チャンネル登録よろしくお願いします。